改め3人工機国立科学博物館の展示。人工機は江戸時代の算術書。人工機検証費人工機のソロ版使用法を解説しているページ名のほど大くらいの三方当集にヒントを得て、1627年に吉田光千吉が執筆した。名数法や単位、掛け算99などの基礎的な知識のほか、面積、 両替や利息計算などの実用的な計算、平方根、立方根の求め方など少し専門的なものを含めた算術を身近な話題をもとに解説し、これ一冊で当時の日常生活に必要な算術全般をほぼ網羅できる内容となっている。社会経済の発達に伴い、人々の生活にも基礎的な算術の素養が求められるようになってきた中で出版され、 またこれに被験するような類書がその後も出版されなかったことなどから、同書は版を重ね、江戸時代の三述書のベストセラーかつロングセラーとなった。また内容を多少変えた絵本が多数出版され、明治時代に至るまで実に400種類以上の人工記が出版された。同書はまた、江戸時代の多くの学者に影響を与えた。後に和山の大家となった関隆和や、 受学者の貝原駅券なども若い頃人工機で読習していた。また学者のみならず、根節丁寧な説明と非常に多い差し絵のおかげで、民衆にも広く愛された。以上のように賛美する向きもあるが、実際のところ、演習率として全く何の転居、計算法の説明もなく、単に3.16という値を掲載し、和算の数学的進歩にもかかわらず前日のように、 本書はそのまま再版され続けたことなど、むしろ当時の数学者と民衆の乖離を示している。署名の人工期は天竜寺の長老、元光がつけたものであり、毛出し人工来こと意図を不覚の句に基づく。法華行のゴミ天皇に由来しており、長い時間経っても変わることのない心理の書という意味が込められているとする説もある。1641年には、 新編人工期という小型本を刊行。下巻に三述の道を志す者に対する十二問の偉大を掲載し、その解放を期待した。これがきっかけで偉大継承がされるようになった。ありがとうございます。